おはようございます、竹山守です。早春、楽しい、季節がやってきました。今回は九州の大人気フィールドの、柳川クリークに来ています。で今回もね、あの釣り人向けの、有料駐車場に車を止めて、柳川クリークの早春を攻略していきたいと思います。まあ、ちょっとね、リボルテージの2ピース、も持ってきて、まあ、収納にコンパクトな2ピース、こっちに来るときもね、すごく、収納が楽で、遠征に来れたんですけど、まあ、これを使いながらね、柳川クリークの早春を、まあ、いろんなルアーを使って攻略していきたいと思います。それでは行ってみましょう。よっしゃ、スキッピングで入れて、待って、50アップじゃないこれ。デッドスローだ。 4.8、 ちょっと衝撃ぐらい釣れますね。はい、ここにお金入れるとこがありますので、しっかりね、車を止めさせてもらって柳川クリークでの釣りを楽しみましょうってことで、いきますか。さあ、ソウルシャットぶりの柳川クリークですね。水は綺麗、でもいきなりバスいる。ちょっと頭良さそうだけど、わ、めっちゃ賢い。新しく発売したマエコンジュニア、これから行ってみます。まあ、ちょっと早春だから強気にマエコンと、あとはやっぱり昨年の春にめちゃくちゃハマったデッドスローラー、あれを使い分けながら、これで反応なかったら一通りやって、もうデッドスローラーで御三川とかでやってるボトムにこすりつける。これはちょっとこう浮かせて釣るっていうイメージで今やってるんですけど、デッドスローラーはもう完全にボトム、ボトムに沈んでるストラクチャーとか、まあ、本当障害物を使ってそれをデッドスローラーをこすりつけて食わす。で今日はマイコンジュニアとデッドスローラー 4.8 を結構投げようと思うんですけど、まあ一番高カッパリで扱いやすい、リボルテージのこの2ピースの 1610M、もう一番バーサタイルなこれを今日持ってきたんで、もうこれだったら、ね、1本で何でもできるし、で2ピースだけどかなりパワーもあって、ほとんどもう1ピースと変わらないぐらいの感覚だし、軽いし、ほんと最近の2ピースってすごいなっていう。少量花粉症じゃない、マジいいな、勝ち組だね人生。いやもう絶望だよ本当。マジで鼻取りたくなる。早春のバスの狙い目はまあフィールドには結構よって変わってくるんですけど、一番やっぱこう大事なのはやっぱこうディープが近いシャロー、それがね一番こう早春は大事で、っていうのもやっぱ早春ってね、まだ三寒四温って言われて、やっぱ寒い日が続けば暖かい日も続くから、こう気温差が激しい日が多くて、で気温差が激しいからやっぱり寒くなればちょっとこう深いところに行きたいし、暖かくなればこう浅いところに行きたいから、その行き来がしやすい場所っていうのが、ディープリンセス の場所。まあクリークって結構こうすり鉢状になってるから、ディープ近いところが多いんですよ。それもあってやっぱ早春の時期って多分すごい釣れやすいのはあると思うんですけど、そのディープ隣接の、こうブレイクになってるところに何かストラクチャーがあれば、そういうところにはやっぱり高確率でついてるので、そういうところを狙うときはデッドスローラーをちょっとこすって釣る。で逆に、まあ、ちょっと浅いところに入ってないかなっていう、バスを探すときは、まあ、このマエコンジュニアを使って、そのちょっとタイプの違う魚を今回は狙っていこうかなって感じです。なのでこれに反応がなければ当然レンジを落として、デッドスローラーまだちょっと深いな、まだ冬寄りだなっていう判断を、するので、デッドスローラーを多分使うと思うんですけど、
イメージとしてはそんな感じです。これはでもちょっと寒の戻りのタイミングに来たからちょっと浮かせるのはきついかな。デッドスローラーに変えましょう。やっぱね、なんかちょっとまだ寒いっていうか、ちょっとレンジがあんまり上ではない気がする。なんか物の障害物にべったりくっついてそうで、そこからあんまり動きたくなさそうなんで。最近ねちょっとやってるのが、まあ、デッドスローラー 4.8、5.5 両方ともなんですけど、より擦りやすくするためにネイルシンカーの、まあ、1.3 から 2.2g までを結構このデッドスローラーのねゲーブのこのお腹の部分、バームのお腹の部分っていうか、まあ、ちょっと頭寄りで刺すんですけど、今はちょっと 1.3g、そこでちょっとこう沈ませやすくして、足場が高いとことかでちょっとゆっくり引いた時にやっぱ浮き上がってきやすいから、それを抑えるためにネイルを入れてより擦りやすくするためにちょっとこれを最近使ってて、なんかねめちゃくちゃゆっくり巻いて障害物を乗り越える時に糸がビューって張ってく時が分かるんですけど、それが一番チャンス。その糸がビューって張っていくときにデッドスローラーがこう物にコンタクトしてちょっと引っかかった状態になって、でそうすると糸がビューって張ってって、で張った状態が全ロッドまで伝わるとポロって外れて、で大体その瞬間にバイトするんで、こうゆっくり巻いてるときにラインがビューって張り出したときがすごいこうチャンス。うわめっちゃいいゴリやん、素晴らしいねこれ。ちょっと色変えよう。これはこれめっちゃいい。ちょっと刺激強いけど、ただねこの色釣れるんすよね。また基本はデッドスローラー 4.8 は50で、デッドスローラーの 5.5 はジャッカルから出るサイスの70、それが一番相性がいいかなと。ちょっとね、デカめにしといた方がいいんですよ、デッドスローラーは。送った。よっしゃ。なんかデカそう。おー、デカい。よっしゃ。待って、めっちゃデカい。よっしゃ。うわ、すっげーいいバス。何これ、バックいってる、バックいってる、よっしゃー、でかっ、しゃ、うら、デッドスローラーね、デッドスローラー 4.8 インチのスーパーチャートでございます。やっやっぱ今当たりがねやばかったっすね。柳川クリークといえばのデッドスローラー、ゆっくり巻いてベジテーションを絡めながらゆっくり巻いてベジテーション抜けたらゴンとね。ふぅ、早春のスイムベイトはやっぱ楽しいなね。ちょっと皆さんぜひねやってみてください。まあ、濁ったエリアだったからスーパーチャートに変えて正解かなっていう感じです。柳川クリークのね早春のビッグフィッシュ、昨年同様デッドスローラーで釣れました。でまあ僕が普段五三川とか大江川でやっているまあ擦りつけるっていう、まあ、技なんですけど、ゆっくり巻いて水中に沈んでる例えば木とか岩とか、今はベジテーションひしもの残りかすみたいなのがあって、でそれをデッドスローラーをゆっくり巻いてこう擦りつけて釣る。でその擦りつけるときにデッドスローラーのリブがやっぱり水も噛むし、そういうストラクチャーも噛むんですよ。側面のリブがやっぱりねすごいこうストラクチャーとかを本当噛みつくようにこう擦れるん でそれで擦って抜けた瞬間にだいたいバイトしてくることがほとんどですね。で柳川クリークみたいなオールその整備された場所でカバーも少ないで、そういうとこってやっぱボトムの変化、ちょっとした変化とかにそういうところを使って口を使わせるっていうのが重要なんですけど、そういうとこでもやっぱデッドスローラーは
よりこう吸い付くようにボトムを攻めれるので、より騙しやすい方向で口を使わせれるっていうのがこのゆっくり巻く釣り方の肝となってます。すごい気持ちいいバイトだった。このスーパーチャートいいっすよね。もう完全にこう濁ってるとこと濁ってないとこでカラーはもう使い分けてます。さっきは本流っていうかね、すごいこう最初の方はクリアだったからナッコクリアを使って、でこっちはなんかバグ濁りになったので、あのスーパーチャートにして視認性を良くして、あのカラーは使い分けてます。ただ結構こう深いところからあのボトムを擦る時じゃなくて、こうスイムベイトとして普通に表層とか中層を泳がして使う時に、あのクリアウォーターでもチャートを使う時があるんですけど、そういう場合は普通にこういうスーパーチャートとか、あとは FM チャート、それを使うことが多いですね。くた。今のも見えた。めっちゃおるっすね。今のも完全に見えた。もうちょっとチャートの色変えてみましょうか、気分転換に。 FM チャート藤田マーモチャートなんですけども、僕たち2人で磨きをかけて作り上げたチャートです。ただでもバイトがあるだけ幸せですね。来た。よっしゃ。頼む。よっしゃ。FM チャートにしたら来た。よっしゃ。よし。これ見て。こんなこれに擦りつけてるからこそ。ね、もういかに擦ってるか分かるよね。このウィードの切れ端、ウィードが切れ端っていうか、ウィードがこう結構立ってて、それを擦りつけて釣るデッドスローラー 4.8 FM チャート。やっぱちょっとここは濁ってるからチャートがいいですね。あれかな、ちょっとこう弱めのチャートにした方がストライクしやすいのかな。釣れましたね。てかバイトやばいっすね。めちゃくちゃいっぱいある。ちょっともうまさに今 FM チャートに変えてから多分5分ぐらいかな、で、まあ、すぐ釣れたんですが、1本目と同じで、もうこの足元にベジテーションいっぱいあって、枯れたやつかな、で残ってて、このポン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 って多分この石積みにこうポンポンポンって生えてて、で夏は多分ここが全面足元がひしもとかになると思うんですけど、まあ、そこが多分シャローフラットで、でそれこの切れ藻がなくなるところからはもう深い、だからそこの深い方に投げてこう浮かせてベジテーションに持ってきて、ベジテーションで食わせるっていうイメージで、今はやってます。だからこれも朝言ってたディープ隣接のシャロー、だから多分本当もうね、このちょっと大きいくらいからもう深くて、でこのベジテーション周りがフラットになってるっていう地形なんですけど、イメージはだから多分あったかかったり曇ってたりすると多分この足元のフラットにいっぱいいるけど、ちょっと寒いから沖にいて、そいつを引っ張ってきてこのベジテーションで食わすっていう、そんなイメージで今は巻いて釣ってました。ここで来てほしい。いいよ、いい曇り入ったよ。おっしゃー、来たデッドスローラーすげーいいバイトだったね今のもね。対岸のベジテーションを今もね綺麗に抜けて、でちょっと巻いたらドゥッって、いいバイトだった。半端ないっすねデッドスローラー 4.8。 ちょっと衝撃ぐらい釣れますね今のはね。ちょっとまあ平行に通して反応がなくて、で対岸の、ベジテーションをちょっと絡めて、まあ、ちょっとこう今までと違ったアプローチでやってった方が、まあ、何度も流してるからちょっと、まあ、バスも新鮮かなと思ってアプローチ角度を変えたら
すぐ釣れた感じです。もっとねウィードが絡みついて引っかかって、でこうやってこう立ってるウィードにこうやってくっついて、あ抜けるって言って抜けた瞬間にちょっと泳いでブッって、もうまさにこすりつけた後に、食わせた感じです。いやーデスラすげえよ。多分こすった時に間合いが一気に詰まるんだよな多分。あとこすってこうそのカバーが揺れた動きに寝かかった時にバスが寄ってくるみたいな、結構あると思うんですよ。寝かかり外してこうハングオフで食うとか、シャットテールをわざと絡ませて食わすっていう、もうほんとそれに近い。ここで出したいよね。おった、おっしゃ、やった、爆裂バイト、爆裂バイト、でかっ、爆裂バイト、スキッピングで入れて、待って、50アップじゃないこれ、やばい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 、おー、いいサイズ、でかっ、おっしゃ、オッケー、やばい、デッドストローラー 4.8 やば、はい、来た、柳川クリークのねモンスターでしょデッドストローラー 4.8 FM チャート、ここの、まあ、ボトルネック状になってる場所、水門があって、でそこの奥にスキッピングで入れて、もう着水して巻こうかなと思った瞬間にもうゴボッてきたって感じですね。え、ほんとこのデッドスローラーの釣り、多分早春と柳川、早春にすごい相性が良くて、で柳川クリークもね、すごいこのデッドスローラー相性良くて、バイト数もめちゃめちゃ多いし、バイトも気持ちいいんで、ぜひちょっと試してみてください。50近いね。今ここの水門にね、入れて釣れたんですけど、何度か、何度も入ってて、で朝一発目でバイトがあって乗らなくて、で何回か入り直したら食うかなと思ったら、多分3、4回目かな、3回目の入り直しぐらいで、釣れました。スキッピングしてこの奥にちょっと隙間があったんで、もう巻こうかなと思ったらもうガボって食った感じなんですけど、このデッドスローラー、リブすごい深いんですけど、リブのワームって結構スキッピングしにくいってイメージあると思うんですけど、このデッドスローラーはねスキッピングもかなり、してくれます。すごいね、このリブがまあ水をまとって結構重くなるんですよ。でその重さの反動でこう結構スキッピングもしてくれるので、リブがついてるけどスキッピングもしやすいから、そういう小場所も攻めれるっていうのがこのデッドスローラーのすごくいいところ。確実に釣り切ったな、これ。すごい減衰してるね。これ大丈夫？あっち。ウィードなくなっとんちゃう？昨日やっぱ曇りパワーあったかもな、降ったりやんだりの。今日はデッドスローラーやっても釣れないかもね。なんかちょっとこうべったりくっついて動きたくなさそうだから、ほんとそういうクランクで目の前通してリアクションで食わせた方がいいかも。ちょっと味変します。ちょっとこれタブル、SR、 ちょっと今日は減衰してこう手前にいない感じもあるので、一通りね舞い込んでやったんですけど反応なくて、少しこうブレイクを攻めるためにちょっとねタブルの SR を巻いて、広範囲にちょっと探していきたいと思います。
ほんとこれ、この区切った減衰してバス何匹いるか見てみたい。相当いるよね、多分。来た。あ、あれ、あれ、ちょっと怪しいな。うわ、スーパーフラットやね。激朝プンプン丸もいいとこプンプン丸。よう、ショゴリーナをここで釣ったな。はあ、そういう感じか。まあでも春場だな、ここも。あ、この辺いい。この辺から深くなった。うわ、なになになにこれ、なにこれ、よしよしよし、いいセンスです、いいセンス。やっぱフラットだ、春だね。よっしゃー、いいサイズ、来たよ、チャブル。春っぽいですね、こんな巻いてね、釣れたら。まあ、フラットを、巻く。もうフラットといえばやっぱ春ですね。で、今日もちょっとやっぱ暖かくなってきたんで、なんかちょっとディープっていうか深い方にいないなと思ったから、フラットの場所をこう探してここにたどり着いて、で、まあちょっと擦るものもない、ちょっと本当こう泥底というかね、あのフラットな地形で、濁ってる。なので、巻物のチャブル。濁ったら巻きましょう、このねクランク。チャブルの SR なんですけど、まあなんでこのルアーにしたかっていうのと、ここに来たかっていうのも、まあここまでいろいろやって深い方落ちてるバスもいるんじゃないかなとか、こう深いところから近い浅いところももちろんやったし、で場所によってはそういうところがいいところもあったんですけど、やっぱクリークってね、こう複合要素とかまあいっぱいあるから、でこう違うクリークを行ってみたところ、こうなかなかこう冬場の場所、ソウルスタッドとかで釣れてたような場所でバイトがない。であれと思って、で考えてみたら、デッドスローラーで釣った時もやっぱこうウィード絡み、ベジテーション絡みで、ちょっと浅いところで釣れたんで、もしかしたらこう違うクリークだったらもう春を意識してこうシャローフラットに上がってきてるんじゃないかなと思ってこの場所に来たんですけど、このクリークはね、すごいもうフラットで、すぐ本流がそっちにあって、そっちからは水深があるんですけど、もうここは本当シャローフラット、川でいうともう本当こうワンドになってた最奥みたいな、そういう場所で、そこを選んで、でここはねちょっとこう擦るものがなかなかない。でなぜかっていうと、やっぱフラットで泥底で結構ね、まあ、岩も少なくて、なかなかそういうとこ擦るところがないので、今度はもう逆にクランクベイトで、広範囲に探って、逆にもう目の前通してリアクションで食わせるっていうのを、したかったのでチャブルにしました。でここやっぱ濁ってるんで、こういうちょっと波動の強い、タイプの、まあ、ハードプラグが、まあ、ちょっとこう効率も良くてバスも見つけてくれそうだなと思ったんで、チャブルにしたら、すぐね釣れました。ちょっとまあそういった状況とか場所に合わせた、ルアーセレクト、デッドスローラーとこうチャブル、すごくね大事だと思いますので、まあ、ちょっと引き続きこれでやっていきたいと思います。あ、こっち深い。またちょいるかもな。今回もいいよ。かわいいかわいいかわいい。やばい、クランク楽しい。
おっしゃー、はい、チャブル、はい、チャブル連発。今回も同じ SR で、ちょっと上のフラットに来て、で、まあボトム結構浅いって、するかすらないかぐらいで巻きたかったから、ちょっとこうロッドワークを調整しながら巻いて、まあギリギリを当たるか当たらないか巻き続けて釣れました。やっぱフラットといえば、まあ、巻き物で、濁ったらハードブラック。 OK、 来た、よっしゃ、やば、めっちゃハマってるね。 OK 楽しい。今度もチャブルの SR ね、同じとこですが、まず何度も何度も、流してね、巻き直して絞り出す。すごいね、楽しいね、早春の巻き物。もう今回は全部この 610M のスピースロット、これでデッドスローラーもマイコンもチャブルも全て、やって、このおかっぱりゲーム楽しめてます。めっちゃおるやん、バス。お疲れ様でした。早春の柳川クリーク、今回はこのデッドスローラー 4.8 インチと、そしてチャブルの SR、この2つで、まあ、サイズとね、数も、共に楽しめた、兆候となりました。でもう動画でね、実際こう使い分けっていうのは見ていただいたら、分かると思うんですが、障害物そういったところをこう擦りつけながら、狙うときはやっぱりスナックレス性能も高いし、あえてこう擦らせて噛みつかせれるような、デッドスローラーっていうところがやっぱ非常に重要で、逆にフラットで、濁ってるで広範囲にサーチしたいし、逆にこう騙すようなボトムもないので、そういうところはスピードで騙せるクランキングのチャブル、を使い分けて、すごくね楽しめた兆候になりました。これから春にかけてこの2つは、まだまだ、いい魚が釣れる釣り方だと思いますので、使い分けてね、皆さんもぜひ春のビッグバスを狙ってみてください。お疲れ様でした。